HD38283 は地球からテーブルンザの方向に約120光年離れた位置にある7等級の構成である。HD38283 は太陽よりもやや大きな F 型主系列星で形成されてから68億年程度が経過している。一方、金属量はマイナス0.24と少ない。二千十一年に アングロ・オーストラリアン惑星探査によって行われたトップラー分光法による観測で HD38283 を降転する太陽系外惑星 HD38283B が発見された。HD38283B は潰れた大円軌道をほぼ地球と同じ降転周期で降転しており少なくとも木星の 約3分の1の質量を持つ。2019年、世界中のすべての国、または地域に一つの境外惑星系を命名する、機械を提供する i a u 1 0 0ムエクセワールズプロジェクトにおいて HD38283 系はオーストラリアに割り当てられる惑星系となった。このプロジェクトは国際天文学連合100周年事業の 一貫として計画されたイベントの一つで、オーストラリア国内での先行、国際天文学連合への提案を経て、太陽系外惑星とその主星に固有名が承認されるものであった。2019年12月17日、IAU から最終結果が公表され、HD38283 はバブップ、HD38283B はヤニャンと命名された。 いずれもオーストラリア、ビクトリア州のクリンネーションで使われるブーンワーング語で、家族の一員を指す言葉に由来しており、バブップは、子供、ヤニャンは、少年のことを指す言葉である。ありがとうございます。